さてと今回も、英語の発音を解説しますが、今回は「Close to You」という、カーペンターズの歌を取り上げますね。これを使って英語の発音を一緒に練習したいと思います。これは遥かなる影というふうに日本語では訳されているんですけども、で、まあ、カーペンターズの、1970年に発表された、彼らが1970年に発表した Close to You というアルバムに収録されているものですね。キャロリン・カーペンターが20歳の時でした。さて、それでは早速行ってみます。では、前回のように、What? 前回と同じように、レコード版、例の円盤のレコードをちょっとかけてみますね。YouTube 上に乗っかってます。ちょっと音が小さいかもしれないけど、我慢してください。これをちょうどいいように、ちょっと大きくすると今度は大きすぎたりするんですよね。ですからちょっと小さめに。Why do birds suddenly appear? ですよね。Why do birds? まではいいですかね。Suddenly でもいいんですけどね。Suddenly じゃなくて、まあ、2種類の発音ありますかね。Suddenly という発音と、Suddenly という発音。Sudden と、Dun と。まあ、ンって言ってる人は圧倒的に多いような気がしますけどもね。で、キャロリン・カーペンターもやっぱり、suddenly appear、suddenly、ね、suddenly じゃなくて、suddenly ね、suddenly appear、で、ところでね、birds のように、間に r が入るときはね、で、単、えっ、ー、と、うんとね、文というか、ラインのね、一行一行の英文ありますよね。歌詞だったら、このね、一行一行の英語の歌詞の真ん中あたりに、途中に、の発音が上がるときは、birds というように、アメリカ式には birds というように、r が響くんですけどね。同じく英語ネイティブでも、行の一番最後、ラインの一番最後ね、文末というかね、その文末みたいなところ、一番最後に、R の発音が来て、例えば今回の場合、Why do birds? Birds の場合は R が響いてますけどね。で、Suddenly appear。Appear は一番最後に出てきますでしょ。最後に出てきた時の R は、なるべく言わないで、イギリス、まるでイギリス人であるかのような発音をするんですよね。アメリカ人でもね。これ、普段会話の時はちゃんと R は、最後であろうが真ん中であろうが全部 R って発音しますよ、アメリカ人はね。ところが、歌を歌ってる時に限ってね、行ってラインの一番最後に来た時は、R が、イギリスみたいに、R は響かないんですよね。カロリン・カーペンターもそうやってます。なんでそうするのか。おそらくね、汚いからだと思うんですね。R、あ、そう、どっかに書いてありましたか。ともかく歌の場合はね、一番最後に R が来て、アメリカ式に R って発音すると汚く聞こえるそうです。だからイギリスみたいに発音するんだよ。見てくださいよ。はい。Appear の R が、R とはなってませんよね。appear, appear. ほとんどイギリス人っぽく発音してますよね。これは歌の場合はそうなってるんですね。Why do birds suddenly appear? ね。で、次。はい。Every time you are near, この near の時もそうですね。文末というか、ラインの一番最後に、near が来てるから、near というように、アメリカ式に near とはならずに、ね、歌の場合に限って、near は一番最後は r が響いてないんですよね。near, every time you are near, near ぐらいで止めてるんですよね。なんとなくイギリスっぽく聞こえますね。歌の時だけはですよ。で、
every time の時にね、every time って言ったでしょ。every time というか、アメリカの標準発音は time ですよね。time。イギリスもそうですね。time。time。time ですよね。time。ところが、キャロライン・カーペンターのこの歌声を弾いてみてください。time。time に近く発音してますから。見てください。もう一遍いきますよ。はい、every time、every time じゃなくて every time って言ってるよ。これ普段はアメリカでは標準発音ではないんです。every time、time というのはね、これなんでこんな風にしてるか。キャロライン・カーペンターは普段は time と発音してるんですよ。time と。ところが歌の時だけ time って発音する時が結構あるんですよ。なんでか。これはもうすでに何回も僕はこの YouTube で説明したけども、もう一回繰り返します。 I というのは二重母音でしょ。 I だから二重母音。二重母音が歌の中で出てきて、特に長く伸ばす時はね、 I というように言うと、 I と言って長く伸ばすと汚いらしいんですよね。だからそれはダメだと言われてるんですよね。プロの歌手はそういうふうにはっきり言ってます。I というのはなるべくね、I というような二重母音はなるべく単母音化させるんです。だから単母音化させようと思ったら I の場合は A になるんですよね。 Every time なんですよ。同じように try、 try、 試みる。 I try、 I'm going to try、 Let me give it a try と言えばいいの。 try ね、普段は try と I と発音してる人でも、歌の時だけちょっと長く伸ばす時は try、 try になって A のように発音するんですよね。 Apple の A みたいにね。というわけで普段はキャロライン・カーペンターはちゃんと try と発音しているのに、歌の時だけちょっと長く伸ばす時に I が出てきた時は A、 every time になってます。もう一遍いきます。Every time you are near、 ね、 near、 near でもね、 near という場合に、 ear という場合に、二重母音らしく、普段は near だから ear でしょ。 ear 二重母音なんだけども、それを普段は二重母音で発音してる人でも、キャロライン のようにプロの歌手が歌うときに、しかもニアを長く伸ばさないといけないときは、ニーと発音せずに、ニー、まるでね、ニーだけで終わってるかのように聞こえます。ね、なるべく単母音化させようとしてるんですよね。で、このようにね、二重母音を単母音のように、プロの歌手たちは歌うんだということはね、僕は知らなかったんですけども、ここに書いてあります。ちょっと待って、ね。ちょっと待って、ね。これこれ。これね。ランディ・エル・シュメットという人が編纂したこのね、Carpenters、An Illustrated Discography Carpenters というね、この本。僕が、これね、ついこの間。ついこの間です。2ヶ月ほど前の。6月30日に届いたんです。アメリカからね。で、まあ、アメリカでもちろん作られた本でね、これ写真がいっぱいあって、その中で対談がいっぱいね、ミュージシャンとか音楽に携わる人たちで、しかも何十年もカーペンターズの歌に取り組んできた人たちがね、インタビュー、対談やってるんですよね。その中で、この本の一番最後の方でね、シンティア・ギブというアクターで、しかもシンガーの人が、プロのシンガーが言ってるんですよね、これはっきりと。歌においては、二重母音はなるべくというか、ダメだって言ってました。二重母音はダメなんだって。だから単母音化させるんだと。ね、でもダメと言われても、普段いろんな歌聞いてて、キャロライン の歌でも聞いてたら、
二遊母音を二遊母音らしく発音している時もあります。でも、ね、それは割と短い時ね、短い時は割と単母音、二重母音を二重母音らしく発音します。ところがね、ちょっと今回のね、にー、にーの場合ね、にーやと言わずに、にーとかね、それからタイムでもちょっと長く言ってますね、タイム。これは長く言ってるから、タイムのように単母音化させてますね。ということに気をつけながら、聞いてみてください。Every time you are near という感じね。もうにーに、にーに近いですね。もう単母音に近いですね。次。Just like me, just like me, just like me。で、like のくは、あんまりね、Just like me というふうに言ってませんよね。そんな大げさに言ってませんよね。もうほとんど飲み込まれてる。くの後にむが来るから、やっぱ飲み込まれやすいですね。Just like me, just like me。もう、ほとんど言ってないじゃないかというふうにさえ思える。Just like me。あるいは、言ったとしても、Just like me。ちょっと言ったとしても、その無にちょっと書きされるような、飲み込まれたような感じだ。Just like me。They long to be ね、あのじゃあ全然聞こえないからもう初めから言わないでおこうかと。Just like me ってなるとおかしいんですよね。Just like me, just like me じゃなくて、Just like me, just like me、言おうかなという口をして、そして言わないのと、初めから言うつもりが全くないのとで全然違いますね。初めから言うつもりがない、初めから K を完全に消した場合、Just like me。ね、初めから言うつもりないんですよ。Just like me。間に息が止まってないでしょ。で、ところが、Just like me。Just like me。くの部分を言おうかな、でもやめとこうという感じの場合は、この息が止まるんだよ。Just like me。Just like me。ね、ちょっと息が止まるんです。Just like me。They long to be close to you。They long to be long の L はね、はっきりと R じゃなくて long ね。They wrong to be じゃないですよ。They wrong to be wrong っていうのは You are wrong という場合の wrong ですよね。You are absolutely wrong。You are long とこれじゃないですよ。あくまでも間違ってる。You are wrong。で、long というのはこれですよ。Long, long, long。This pen is long。You are absolutely wrong。Wrong と long は違いますからね。They long to be close to you. Close to you の発音をしっかりとね、L の発音ができなかったら close to you, close to you. まるで cross, cross. 何これ、十字架みたいに cross とかね、何かを渡る、ね、横断歩道を渡る cross. I cross the street.I cross the street. これは I cross the street ではないですね。I cross the street. Cross the street. で、日本語で、日本語式に発音して cross, cross と言うと、cross, cross, cross to you, cross to you という場合に日本語式に cross to you と言ってしまうと、これは R のように聞こえてしまって、cross to you, あなたの方にまた聞こえてあなたの方に行くってまるでそんなクロス、クロス to you というとこういう風に聞こえてしまいますね。こうまた聞こえるというか道路を渡るみたいなね。あくまでも R ではなくて L ですからね。クロス to you、クロス to you、クロス to you。 OK いきます。はい、ここまでいいですね。次いきますね。Why do stars? Why do stars? ここまではいいですね。Fall down from the sky. Fall down ね。Fall down. Fall down じゃないですね。
日本語式に fall と言ってしまうと、fall と言ってしまうともう通じないですね。現にあの日本ネイティブのあのに、新聞記者がつい2ヶ月3ヶ月前に、ドナルド・トランプに質問しようとしたんですけど、フォーカスとしてもフォーカスをフォーカスと言ったりね、してちょっと発音が悪かったから全然通じてなかったですね。フォーカスですね。フォーカス。あの、これがくっつきそうになったら、これはこう自分で口を上げてね、唇を上げて発音したいんですよ。フォーカス。very focus ね。それ fall down。fall down ですね。fall down from the sky。Why do stars fall down from the sky? もう一回言ってみましょう。Why do stars fall down from the sky? Why do stars fall down from the sky? これはいいですね。Sky, sky. 次。Every time you walk by. Every time はいいですね。さっきと一緒。You walk by. You walk by.You walk by, walk by と言ってくれませんよね。英語ネイティブは。You walk by, walk のくはまるで言ってないかな、聞こえる。これはもう再三にわたって何回も言えというほど言ってますけども、また繰り返しますね。大事だから。You walk by, you walk by じゃなくて you walk by。じゃあ、you walk by。じゃ聞こえないから、じゃあ、クはもう完全に言わないでおこうと思ってね。You walk by と言ってしまうとおかしいですね。You walk by. You walk by. Walk by. 間に息が止まってないでしょ。You walk by. 息が止まってない。だからなんかね、初めからクを全く言わないつもりで言ってしまうと、You walk by.by まるでね、こんな風に聞こえますね。ちょっとあの、You walk by walk You walk by 全く最初からくを言うつもりない。何を言ってるかさっぱり分かんない。ところが You walk というつもりでくを言わない。 You walk byこの場合は You walk by You walk by くははっきり言ってないけども、一瞬息が止まってるから、あ、くが言いたいんだなということがわかる。こっちは初めから言うつもりない。 You walk by You walk by 息が全然止まってない。ここで息が止まってない。こっちは You walk by You walk by くが言おうかなという口元をするんです。 You walk by You walk じゃなくてくって言いたいんだけども言わない。You walk by。あのくって言いたそうな口を作るんですね。You walk by。そうすると息が一瞬止まるんですよ。You walk by。You walk by。You walk by。もう一遍。ちょっと待ってね。もって Every time you walk by ね、次いきます。
ここはいいですね。Just like me, they long to be close to you ですよね。Close to you, they long to be close to you. Just like me ですね。Like me じゃなくて like me, just like me, they long to be close to you. もう一遍いきます。はい、次いきますね。次は、On the day that you were born, the angels got together。 ここからね、2行ほど難しいんですよね、うん、長くてそれをね、全部続けて発音しないといけないから、ちょっとだけ早口でね、あのずっと全部、単語が全部つながるからね。 On the day that you were born, the angels got together。On the day that you were born, on the day that you were born、 このあたりはまあ一応練習すればできますかね。 The angels got together, the angels got together、 ちょっと口が忙しいですよね。 The angels got together ですよね。もう一回いきます。 On the day that you were born, the angels got together、 On the day that you were born, the angels got together、On the day that you were born, the angels got together. On the day that you were born, the angels got together. もう一回行きます。On the day that you were born, the angels got together.はい、ここまでは、ね、発音そのものはそんなむちゃくちゃ難しくないけども、続けてリズムに乗って長いものをずっと発音しなきゃいけないから、なかなかね、口が慣れるものに慣れるまでが大変ですね。いくらか練習したらでも一人で十分に、ね、こなせるでしょうね。練習しないとちょっとなかなかリズムに乗れませんよね。The angels got together の後は And decided to create a dream come true ですよね。 And decided to create a dream come true ですね。 On the day that you were born, the angels got together And decided to create a dream create a dream come true ですね。で、それをずっと続けるもんだから、単語がそう、ね、発音がつながったりするんですね。On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true ですね。もう一遍いきます。ほっぺいきます。 ここで decided の発音に気をつけてほしいんですよね。 decided は標準的な発音は decided I decided I did decided でしょ。ところがキャロリンの声を聞いてみてください。 decided decided あのように decided じゃなくて decide じゃなくて decided に近く発音してるでしょ。これはさっきも言ったように二重母音を一重母音化させてるんですよね、これね。もう一遍言います。これね、歌はなるべく、すでに言ったようにね、二重母音はなるべくなら避けると。常にじゃないけどね。二重母音をなるべく単母音化させようとするために、decided、decided を decided のようにしてるんですよね。もう一遍言います。And decided to create a dream and decided to create a dream, dream come true。 最初からもう一遍言うと、 On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream, dream come true ですね。もう一遍、
はい、ここまでいいですかね。Decided to create a dream come true. Create a dream come true ですね。次いきます。ここが難しいですよ。結構長いのをずーっと続くから、何回練習しても僕なかなかうまく、何ヶ月かかかりましたよ、僕これ。言えないんですよ。まずね、セリフを覚えられないです。もう一遍いきます。はい。So they ね、so。So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. So they, ゆっくり言いますよ。So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. 一つずつ単語を区切って言ってみます。So they sprinkled moon dust.In your hair and 何だったっけ in and moon the starlight in your hair あ違った in your eyes of blue ですね一つずつ区切るとかえって言えなくなる続けて言う癖がついてしまうからね続けて言う癖をつけてしまってるからSo they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your hair in your eyes of blue. ね、in your eyes of blue. In your eyes of blue. ね、それをその中にスターライトを入れたとね。で、モンダストの方はモンダスト in your hair of gold ね。あなたの hair of gold に、モンダストを巻いたと言ってる。So they sprinkled モンダスト in your hair of gold and starlight in your eyes of blue。難しいところはっていうか、これ全体的にね、一つずつの発音が難しいというよりは、長いものを全部こう、つなげて、そしてリズムに合わせて言うのが難しいんですよね。だから一人でね、歩きながらな、もう、何日でも 何週間でも練習するしかないですよね。僕はそうしたんですけどね。あとはね、L と R の発音をしっかりとあの区別する。特に L の発音ね、しっかりとできるようになる。日本人は割と R の発音は割とできるようになるし、でもしどうしてもできない人は、ラリルレルで代用しても R は大丈夫なんですよね。R の発音は簡単なんですよ。ところが、L が難しいんですよね、日本人にとってものすごく。Starlight。So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue.So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue ですね。もう一遍いきます。最初からいきますね。この2行ほどが難しいですよね。On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. ですよね。On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. ちょっと詰まってしまいましたね。というわけで、もう一遍ちょっと、もう一遍かけます。はい、この約2行、ここがこの歌の中で一番難しいところです。なかなか滑らかに言えるようにならない。
On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. ですよね。次いきますね。あ、これはいいですね。次いきます。That is why all the girls in town. これもいいですよね。ちょっと待ってね。Follow you all around. この歌は全体的にね。そのさっきの2行だけが難しくってね、あとはなんか大したことないですよね。大したことないっていうのは発音、日本人にとって発音が特に難しいっていうわけじゃないという意味ですね。Follow you all around。 ちゃんと L のね発音をしっかりとしておればこれは大丈夫ですね。もちろん F なんて発音間違えてるような人はダメですけどね。これを繰り返しですね。Just like me, they long to be close to you ですよね。これもって言います。これはサクソフォンですよね。ボブ・メッセンジャーという人が歌って、これしてるんですけどね。で、コーラス、ですよね。この部分ね、さっきと同じやつですね。On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true ですね。もっと言います。はい、ここまでですね。次いきます。さっき言ったこれとが、さっきのやつとこれとが難しいんですよね。 So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue。 On the day から言うと、 On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream, dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. ですよね。で、言います。このね、2行ほどのこれ長いのをちゃんと言えるようになったらなかなか難しいですよね。これ別にね、別にかっこよく歌って別に人に見せつけるために練習するんじゃなくて、要はこういうようなものを練習すると、まあ後で英語の勉強するときに役に立つからね。絶対に何とか発音も良くなるだろうし、それからね、詩の心、ポエトリーの心を理解する、歌の心を理解する、リズムを理解する上でものすごく役に立つでしょうね、こういうものを練習するということは。これさっきの繰り返しですね。That is why all the girls in town
follow you all around。 同じですよね。ここら辺も全部繰り返しですね。 Just like me, they long to be close to you。 Close to you でしたっけ、うん、でここからはワーワーって言って言うばかりですけどね。もうでおしまいですね。というわけでこの歌はですね、割とゆっくりで、そんなものすごく難しいところは基本的にはない。ただ中央に2回だけ同じことがね、ちょっと2行ほどの長い On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true。So they sprinkled wonders in your hair of golden starlight, in your eyes of blue。 この2行、これなかなか言えないですよ。リズムに合わせてこう、リズムに合わせてこれ最後でつまらずに言うのは難しい、結構ね。そこだけは難しいですね。というわけで、それを練習すれば割とね、リズムつかんだり、英語の発音練習にはちょうどいいんじゃないかという気がしますが、どうでしょうか。それじゃあ今日はこれで終わります。